皆さんこんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の松本です。株式会社ボールド取締役の福井です。本日はボールドの取締役福井さんにお越しいただきました。福井さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。ボールドチャンネル。福井さん、この前友達に松本さん最近 IT 業界入ったんでしょうって言われて、 SIR って何って聞かれたんですね。で、私 SIR って知ってる人に説明するのはまあまあできるんですけど、知らない人に説明することが簡潔にできなくって。なるほどなるほど、はい、SIR って言葉って結構業界にいると普通の言葉だしみんな知ってますけど、なかなかね、その一般人の人にとっては SIR ってなんか時々話に出てくるんだけど、あれ何っていうのよく言われますよね。ということで今日は SIR について教えてください。はい、わかりました。じゃあ頑張って解説してみましょう。はい、お願いします。ボールドチャンネル。そもそも SIR なんですけど、あれって日本独自のシステムで先進国の中でも他の国にはないって知ってましたか？そうなんですか。はい、そうなんです。あることが当たり前に思ってたんですけどね。確かに、はい、ってことは日本でやってる SIR は海外ではどこがやってるんですかね？これなんですけどね、いわゆる先進国の多くの国で今日本の SIR が果たしてる役割ってほとんどはそれぞれの大手の企業、つまり IT サービスでない一般的な大手の企業がみんな自分とこのシステムは自前で全部作ってるんですよ。なんで SIR って日本にしかないんですか？はい、これはですね、世界的に IT 化の波が一気に進んだ90年代後半、それから2000年代前半あたりが、日本はですね、例のバブル崩壊の不景気のどん底中のどん底みたいな時期だったんですよ。大手の企業はさすがに体力はあると言いながらも、あまりにも決算が悪い時期だったので、これからどれぐらい何が起こるかわからない IT というものに対して、その人材をどんどん500人1000人単位で雇って育成し、自社が IT で戦っていく準備をするみたいな体力とか勇気がない時期だったんですよね。それでなんで SIR ができたんですか？はい、各ね大手企業が本当に IT 投資が遅れている中で、このままでは日本がもう国全体として世界に対して IT 化が遅れてしまうと、そういう危惧がありましてね、経産省とかを中心に助成金を出してですね、意図的にそのシステムインテグレーター、いわゆるその SIR というものを作って、各大手企業が SIR にみんな発注しなさいと、自分たちでシステム投資ができないならばできる人たちを集めておくので、そこにみんなでこぞって発注すれば、一気にそこでねシステム開発の回数も増えるし、知見もたまるし、プラットフォームも同じにすれば安くできるじゃないか、スピードも間に合うじゃないかということで、ギリギリ世界水準に日本の IT 化を追いつかせるために作られたものなんですよね。そうなんですね。世界は違うんですね。世界はね違うんですよ。いわゆるその本当に大手の企業っていうのは、やっぱり自分のところの大事なシステムっていうのを全部自前で作ってまして、ところがもう日本で言えばね、本当に日本を代表するようなトヨタ自動車さんであったりとか、三菱商事さんであったりとか、それからみずほ銀行さんであったりとか、そういうもう誰でもが知っているもう国を代表するようなね企業であっても、多くのね基幹システムを SIR にね委託して外で作ってもらっているっていうのが実情なんです。ボールドチャンネル。結局 SIR ってどっからどこまでをやってくれることなんですかね？はい、どっからどこまでっていうと、もう、ね、ほぼ全部ですね。システムにまつわることだったら、もうご要望に応じて何でもやってくれますっていうのがもう SIR です。何でもって本当に何でもですか？本当に何でもなんですよ。もちろんその金額とかね、スキルが合えばってことなんですけれども、システムと呼ばれるものだったら何でも作ってくれますね。それが機関システムもそうだし、人事システムもそうだし、営業システムもそうだし、会計システムだってそう。こういうものがあったら仕事が便利なんだ、うちの会社にはこういうものが必要なんだ、こういう改革をしたいんだって言われたら、全部分かりました、作りましょうと作ってくれます。なんだったらその作った後にね、作るだけじゃなくって、それを具体的に運用する、そのクライアントのね社員の人たちがちゃんと使えないとシステムって意味ないじゃないですか。だからそれをちゃんと使えるように一緒になって支援してくれたりサポートしてくれたりもしますし、もっと言うと今度はそれがまた一応一部ね使ってたらもっと改善点が出てきたと、その改善回収も全部やってくれますし、場合によっては今度は逆にその子まで全部やってもらうとお金がないんで作れないっていう人たちには、一から作るとそこまでお金がないんだったら、こういう便利なパッケージがあるよって言って、世界中の中からねこういういいパッケージを持ってきて組み合わせて提供してくれたりもしますし、とにかくね何でもやってくれるんです。限界までやってくれるんですね。やってくれます。じゃあ友達には SIR っていうのはもう何でも屋さん何でもやってくれるって
説明でいいですかね。もともと松本さんが言ってた説明よりも雑になってる感じはあるけども、それでいいと思います。ただ、友達にせめてどんな種類の SIR さんがあるのかっていうね、SIR の種類について少し話せるようになっておいた方がいいかもしれないので、そこを少し最後に、ね、付け加えて解説しましょうか。はい。ボールドチャンネル。SIR には3つの種類があります。1つがメーカー系、それからユーザー系、そして独立系と。メーカー系というのは、もともとですね、機械とか、それからパソコンとかを売りたい人たち、いわゆる物を作ってる人たちですね。例えば日立製作所さんであったりとか、それから富士通さんであったり NEC さんであったりみたいな、自分たちが何か機械やパソコンを売りたくて、昔は機械だけでも売れてたわけですけども、今システムと伴わないと機械やパソコンが売れませんから、そのシステムを受注することで大量に機械を売っていくメーカー系と呼ばれている人たちがいますね。次にユーザー系だと、これユーザー系っていうのはもともと大手のね企業の中にあった、いわゆるその SIR 的になる前にね、システム開発部があった企業、自社でチャレンジしていた会社がどん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 そのシステム開発部門が大きくなって知見も溜まってきたので、自分たちのグループのシステムばかりを作るんではなく、他社のシステムもどんどん請け負いましょうと言って SIR になっていたパターンですね。例で言うと、もう筆頭はとにかく日本第1位ですね、 NTT データさんであったりとか、それから SCSさん、それから CTC さんあたりがユーザー系の代表例ですね。最後に独立系ですね。独立系の SIR さんたちっていうのは、もともとはパソコンを使って給与計算であったりとか、ややこしい積算であったりとか、まだパソコンが行き渡らない頃ですね、各企業にからたくさんのパソコンを用意して、それを扱える人たちも育成して、その人たちでしかできない複雑な計算などをどんどん請け負ってた人たちです。その先にどんどんサービスのね改善をしていったり、お客さんの要望に応えていくうちに、いやもうシステムそのものから作ってくれと言われるようになって、確かに気づいてみれば自分たちはパソコンを扱える人たちの数が多いわけだから作れるなってことで、どんどんそこにチャレンジしていった人たちですね。独立系でいうと、まあ TIS さんだったり、それからインテックさん、それから富士ソフトさんあたりが、まあ代表例としてよく聞く名前です。こういうメーカー系、ユーザー系、独立系、3つのね大きな系統があり、かつその一つ一つのね具体例なんかも含めて友達に教えてあげると、うわ松本さんさすがに業界人だねって言われたりするんじゃないですか。わかりました。もうそのまま友達に言います。はい、はい、言ってみてください。また感想を聞かせてください、はい、ボールドチャンネル。本日は福井さんに SIR とは何かについてお伺いしました。福井さん、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。